ひえひえい、冷蔵庫マンさんじゃー。もうねー、もうストーリーじゃない映画あるよね。ストーリーを追うんじゃなくてね、とにかくその映画を感じながら楽しむやつ。今日はそれ、こちら3月4日公開、メモリアです。東京ミルク放送局さんとのコラボで紹介しました。ではどうぞ。ひえひえ。じゃあ今日、はい、一本、はいはい、ここで紹介しようかと思って、はい、ちょっとね、ちょっと開けましょうかね。開いた。なんだろう、娯楽アクションとか、はい、ミステリーとか、はい、そういうはっきりしてるやつって、はい、みんな見に行くじゃないですか、はい、でジャンルでもあるんだけど、はい、ジャンルで説明できないやつだな。はい、本当はこういう言葉を使いたくないんです。難しいと言われてる、ね、うん、で僕ね、試写会で回ってきて、なんだこれってやつは、うん、進んでみるようにしてるんですね。わかんないやつね。わかんないやつ、はい、まあ、ほぼ全部予告編とか、まあ、見ないで見るんですけど、これはちょっと監督さんも僕知らなかったし、どうかなっていうのを見たら、はいはい、引き込まれちゃったわけです。これですね。どうですか。メモリアですね。なんですかこれ。あれですよ、あ、ピチャッポンウィーラセタ君監督ですね、タイの。そいつちょっと知ってますね。前話して知ってるって言ってましたね、はい、2010年に、はい、カンヌの、そうですよね、撮ったパルムドール。何でしたっけそれ。撮ったんですよ。でもこの作品も審査員賞。カンヌですか。カンヌの審査員賞を撮ってるんですよ。で、4度目なんですね、撮るのが。一生に1回撮れないやつでしょ。そうそうそう。4回撮ってるんですよ。それもパルムドール1回撮って、他に3回撮ってますからね。だってカンヌに出るっていうだけで一生に1回あるかないかですよ。はい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 、はい。で、この2010年に撮ってるんで、はい、是枝監督の8年前に撮ってるんですね、はい、これメモリア、アピチャッポン監督の、ここにストーリー書いてあるんですね、はい、ちょっと読みますよ、はい、地球の核が震えるような不穏な音が頭の中でささやくと、ダンという音なんですけど、はい、で、まあ何回かある時鳴るんですね、はい、頭の中で、はい、で、とある明け方、その音に襲われて以来、ジェシカは不眠症を患うようになると。妹を見舞った病院で知り合った考古学者アグネスを訪ね、人骨の発掘現場を訪れたジェシカは、やがて小さな村に行き着くと。川沿いで魚の鱗取りをしているエルナンという男に出会い、彼と記憶について語り合ううちに、ジェシカは今までにない感覚に襲われると。ですね、これが全てです見たんですか。見ました。いや、アピチャッポン監督その次のやつかなんかも見に行ったんですけど、もう難しくて、僕らにはまだ早いなと思ってたんですけど、はい、もしかしたらそろそろちょっと入り口ぐらい開けてもいいのかなっていう気はしてきましたよ。僕その前の先見てないんですけど、さらに難しくなっています。難しくっていうか、考えるな感じろ、あるじゃないですか。そう、この映画、まあ、こういう映画は考えるな感じろの後にもう一言つくんですよ。考えるな感じろ、そして遊べ。もう全然わかんない。自分なりに遊べって。あ、こういうことが行われてるこの裏にというか、そういう意味はこんなことが展開されてるんじゃないかなと。これでも見て相当冷え冷えだったってことですよね。もう、僕の中で熱々ですよ。熱々。熱々。はー、結構ね、ロングの固定カメラがのシーンがあるんですけど、それが面白くてしょうがない。え、この出てくる犬って演技つけられてんのみたいな。でもね、ストーリーはこれが全てです。本当に地球の核が震えるような不穏な音が頭の中でささやくって、もうこの1行で何言ってるか分かんないじゃないですか、はい、
でこれ感想とかは絶対ググらないでください、はい、ある方が、まあ、ちょっと、はい、途中でもう眠っちゃった方が、うん、もうねちょっと厳しめの批評を書いてオチも書いちゃったんですよ。 あんまり良くないですねそれね、うん、でそのオチもその人それぞれ の想像力の中でね、うん、膨らまして遊ぶやつなんですけど、アピチャッポンか、もう一度向き合わないといけませんかね、アピチャッポンに。僕はね向き合おうかと思いますね。でもねこういうのね、いっぱい見ちゃってっからこれ素敵だなと思うのもあると思うんですよ、アピチャッポン、うん。まあ、でも映画好きは絶対行った方がいいですね、うん、映画好き行った方がいいですね、うん、でもストーリーを追うものじゃないです、うん、そうですね、それこそ感じろですよね。はい、わかります、わかります。でだんだんね僕の感覚としては自分がじわじわと、うん、じわじわと細胞一つ一つを確かめるように存在感をが感じれる映画でした。わかりました。不思議な映画、アピチャッポン見に行きましょう。一つ聞きたいのが、はい、日本とアメリカ合作とかあるじゃないですか、はい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 、でこれねどこかというと、コロンビア対イギリス、メキシコ、フランス、ドイツ、カタールなのよこれってどういうことなの？全部いろんな国の人たちが出資してるってことじゃないですか。じゃこの監督に撮ってほしいからって制作委員会ですよ、その国の人たちが。そっか、じゃあもう天才って認めてるんだ。それはでも認められてはいますね、そこに関しては。いや凡人が理解できない天才だと思います。僕はいやでも本当その通り、僕は本当にそれは全世界の人が思ってるから、みんなそうみんなで作ろうってなってます。そうで僕もねアクション映画とかホラーとか大好きなんですよ、はい、頭空っぽにして見る、はいはい、わーってなる、はい、でもこういうふうに何やってるかわからないのを想像しながら見るのも、はい、あなるほど、とても良かったですね、メモリア、メモリア、行きましょう。予告編を見てもし興味があったら2時間19分本当に覚悟して見てください。予告編で行けそうだったら行けってことですね。そうです。で予告編は感じる人はただならぬものを感じますわかりました。そう本当の天才の映画ってこれですからあとこれ作れたら作れないもん。いやそうそうそう、それはでわかります、うん、僕この映画に出会ってよかったと思いますね、はい、わかりました。もうメモリアのタイトルの文字がブレちゃってるもんな、もう。そうそうなの、ウィンウィンってなっちゃってるんじゃないですか。これは振動の、あ、そういうこと、の振動のこう、僕はそうだと思うんですよね。そういうことですね。あとこの主演の方は、はい、ドクターストレンジで、ほうほうほう、坊主頭の女の人、ゼロっていう女の人がいたんです。その方が、あの師匠、そう、最初にガーンってやって、はいはい、その体ね、こう塗るみたいな。あの師匠、いいこと言ってましたよ。言ってました？はい、ドクターストレンジで。あの人が出た、じゃあ。あの人がその主演をやってるんですけど、また不思議なんですよね。あの人ちょっと異様でしたもんね。異様ですね、なんか。で、見てる感じだと、自分が幽霊になって、その傍らに立って見てるような感覚でした。なるほど。あ、それはわかる。うん。ぜひ、天才の映画。興味ある方は見てください、はい、2時間19分なんで。あと一つだけ注意するのは、疲れてる時には行かないで疲れてもちょっと休憩になっちゃうかもしれない、そう休憩になっちゃうんで、もう静かに流れてきます。完全のコンディションで、はい、完全なコンディション、でもね、文芸作品とも違うわけ。あー、なるほどね、わかりました。はい、メモリア、はい、ぜひよかったらお願いします、はい、じゃあ、ヒエヒエでは行きましょう。冷蔵庫ジョーク、メモリアジョーク。いやー、こういう映画もあるんだね。覚えといた方がいいかな。うん、すぐね、手帳にメモリア。寒い、冷え冷え。